はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の参考書の3編の力試しの解説やっていきます。なので、そのページをね、見ながらぜひ聞いてみてください。よし、じゃあ行きましょう。で、まず最初3問が、式を求める問題ですね。で、ここにはちょっと情報書いてないんですけど、まず1番が、-2の6を通るっていうのと、まあ次がポイントだよね。y イコール2分の 1x マイナス5に平行って書いてあります。で、平行っていうのは傾きが同じっていうのがポイント。つまり a だけ使っていいのね。だから、a イコール2分の1ですよってことを言ってくれてるの。マイナス5の方はトラップね。罠で使っちゃダメです。だから、直線の式 y イコール ax プラス b から始めたいとこなんだけど、a がもう分かってるから、y イコール2分の 1x プラス b からスタートすれば OK だと。で、これにマイナス2の6を代入します。で、代入すると、ちょっとこっち行くよ。6イコールマイナス2入れてマイナス1プラス b。まあ、右辺と左辺丸々入れ替えれば符号を変えなくていいので、マイナス1プラス b イコール6。で、これ計算すると、b イコール7と出てきます。で、b も出てきたから、最後、忘れずにね、ちゃんと式を書かなきゃいけないから、2分の 1x プラス7と、これで丸になります。なので、平行なとこだね。あそこがポイントになるね。で、次が、x がマイナス2の時に y が5って言ってくれてるから、これは、マイナス2の5を通りますよって。で、もう一個。x が1の時に y がマイナス4。だから、1のマイナス4を通りますよって言ってるだけなんです。で、もう2点が通るって分かったら、y イコール ax プラス b に代入して、連立で解いていきます。もちろん先に傾き出す方法もあるんですけどね。自分はまあ、連立使うのが好きなので、ここは ax プラス b に、まずこっち。で、5とマイナス2を代入して、丸々入れ替えます。ちょっと入れ替えたの書いちゃいますけど。だから、マイナス 2a プラス b イコール5だね。で、こっちももう一回入れます。マイナス4と x に1。で、入れ替えちゃいます。a プラス b イコール、マイナス4や。いいか、マイナス4か。こうだね。で、b が揃ってるので、これ引き算してください。そうすると、マイナス 3a。で、9か。ちょっとこっち行くよ。で、両辺マイナス3で割ると、a がマイナス3ってわかります。で、まあ、下の方が楽かな。下の式に代入すると、マイナス3、こっち持ってきて計算すれば、b がマイナス1とわかるので、なので求めかったか、わかんない。求めたかったか。式は、y イコール 3x、マイナス 3x、マイナス1と。こういう風になります。で、最後が、マイナス4の1を通ると。なまったね。マイナス4の1を通るって書いてあって、あと、ポイント次だね。x の増加量が2、y の増加量がマイナス3って書いてあります。で、増加量を使うのは、傾き、まあ、変化の割合なんですけど、の公式しかありません。で、それは、a を求める公式なので、a イコール、x の増加量分の y の増加量です。x の増加量分の y の増加量。で、今、x の増加量に y の増加量マイナス3って言ってるから、もうそのまんま、2分のマイナス3。つまりマイナス横に下ろして、マイナス2分の3って。あ、a わかるのねっていうパターンなんです。これと一緒。a がわかるの、最初から。だから、y イコール ax プラス b で解くのではなくって、最初から、マイナス2分の 3x。プラス b からスタートしちゃっていいよって。で、それにマイナス4の1を代入してごらんって言ってる。そういう問題なんです、これ。だからまたこっち来ると代入します。y のとこに1イコール、ここにマイナス4入れます。そうすると2とマイナス4約分できるので、結局6になる。で、プラス b、ちょっと暗算しちゃいますね。で、b がマイナス5と分かったので、求めたかった式は、y イコール、a がこれだから、マイナス2分の 3x、マイナス5と。これで終了となります。いいかな？まあ、こんな感じでね、解いてみてください。
では2番いきましょう。ちょっとねこれは図は書けなかったのでそっちを見ながらちょっと口説明多くなりますけど許してね。で今 L と M が書いてあったんだけど破れちゃったんだよね。そう隅が。でも交点求めたいと。で交点を求めるには2つの直線の式を出せばいいんです。そしたらそれ連立方程式で解けるから。でこれまずね L の方が簡単なんで L から求めます。でなんで簡単かっていうと L は切片がわかるから。切片っていうのは Y 軸とぶつかってるとこです。ちょっと見てください下の方。 Y 軸のとこぶつかるのがマイナス3でぶつかってますね L は。だから L に関しては Y イコールこっちまだわかんないんですけど切片マイナス3ってすぐわかるんです。で A も実はわかってて今さちょ後で消しますね。L は下だよね。まあ、この辺こうなってるわけですよ。で、ここがマイナス3なんですけど、グラフを読み取るときに自分がよく、まあ、この参考書でも言ってたのが、このスタート地点から次に綺麗に交わってるところ、いくつ行っていくつ下がってるかってチェックすればいいよって話をしました。例えば、3行って2下がってれば、マイナス3分の2なんです。傾き A がね。ってやりたいんですけど、破れてんすよね。右下が。だったらしょうがねえと。左側でチェックします。基本的には右でチェックしてください。必ず。癖をつけてほしい。でも、右ができないんだったら左でやろうって。探して、左のね、すぐ隣だ。ちょっと隣か。キリがいいとこ探すと、これ、左に3行って、上に1上がってんすよね。3行って1上がってます。こっちに3行って1上がってるってことは、もちろんこっちは3行って1下がりますよね。ちょうど反対になってるはずだから。だから、3行って1下がる。つまり、マイナス3分の1なんです、傾きは。L に関しては。だから、計算なんて1個も必要ない。読み取るだけだから。マイナス3分の1、X マイナス3だよって。で、M はね、ちょっとめんどくさくって、これ、切片がわかんないんですよ。ね、変なとこで交わってるから。だから、グラフを読み取って、通る2箇所。を探します。座標を。これどこでもいいんですが、まあ、読み取りやすいとこだと1の1を通ってるかな ?M。1の1。で、あとは、あと、マイナス1の4か。その2箇所しかないか。いいかな。マイナス1の4だね。で、2箇所通るところが分かれば、これと同じやり方です。Y イコール AX プラス B に入れて、連立で解くと。で、やっていくと、ちょっとここはもうサクッといっちゃうね。こっち第2にするとこう。で、こっちを、違う。間違えちゃった。こっちを代入するとこうか。で、足し算すると 2B イコール5。B が2分の5。で、A が、待ってね、2分の5でしょ?あ、いて。マイナス2分の3か。A がマイナス2分の3。合ってるかな?はい。ということで、ここはね、すっごいなんか早送りみたいになっちゃいましたけど。Y イコールマイナス2分の 3X プラス2分の5となりました。で、ここまで大変でしたけど、2つの式を求めることができたので、あとはこの2つを連立方程式で解いて終わります。で、このまま突き進んでもいけないことはないです。Y が揃ってるんで。でも、ま、ちょっと分数嫌だなって思う人は、分数消してから頑張ろう。ここは。例えば、上、3かけます。3かけると、かけて、x こっち持ってくるよ。ちょっと整理頭の中でやっちゃうけど、そうすると、x プラス 3y イコールマイナス9になります。全部に3かけてください、ここね。3かけて、ここをこっちに持ってきた。で、こっちは2分のなんで、2をかけます。2をかけて、こっち持ってくると、3x プラス 2y イコール5と、こうなりますね。で、X 前も揃ってないので、まあ、X 揃いに行こうか。ここ揃えると3倍します。3X、やべえ、いくつだったっけ、もともと。3倍したら9か。9のマイナス9。で、合ってるかな?これ、消す前の忘れてしまった。大丈夫だね。で、これを引き算します。そうすると、7Y イコールマイナス14。つまり y イコールマイナス2になります。あれなんか俺どっか計算間違ったかな。
ちょっと待ってね。俺どっか間違ったっぽいな。さっきね、計算書とちょっと答えが合わなくなってしまって。2をかけて持ってきて5でしょ。で、3をかけたから、待ってね。ごめんね。3、20、あ、違う、ここだ。ここだよ。ごめんね。これ27だよね。そうそう。これね、答え分数になるはずなのにと思って。失礼しました。だから、もう一回やると、7y。で、マイナス32か。で、y がこれで割り切れないんで、割り切れないときは、文字にくっついてる数字が下ですね、覚え方は。だから、マイナス7分の32になります。やだね、こんな数字ね。で、これをどっちかに入れて解くしかない。これはちょっとめんどくさいんですが、頑張りましょう。一応やろっかね。答えの方書いてないもんね。暗算になってるから。じゃあ、上に入れますか。ここに入れて、上のね。後で消します、これ。7分の32をここに入れました。イコール、マイナス3分の 1x、マイナス3。これこっちに持ってきて、これこっちに持ってくると、3分の 1x、イコール、マイナス3、プラス7分の32となります。で、ここは通分する必要があるので、3って1分の3なのね。だから7分の2揃えたら7分の21になります。上と下両方7かけるから。いいですよ。7分の21。で、ここが7分の2揃ったんで、マイナス21と32くっつけると7分の11になります。かけますね。7分の11。で、あとはこの3分の1が邪魔なので、両辺に3をかけます。そうすると約分で消えるんで、3分の1が。だから、x イコール7分の33。こっち書いちゃいますね。と、出てきたと。ね、なかなかちょっと自分で、ね、普通に間違っちゃいましたけど、途中失礼しました。なので、求めたかった、これ座標だよね。座標だから、答え、7分の33とマイナス7分の32と。これが答えになります。よいしょ。ちょっと3番の方にもね、食い込んでしまったけど。まあ、こんな感じでやってみてください。よし、まだ3番残ってんだよね。じゃあ行きましょう。で、これはですね、まあ、特訓のページもありましたけど、面積特訓でね、やりましたが、ひとまず文章で書いてある情報をここに書き込みます。いい、何度も読み直すのめんどくさいんでね。で、今回 A が0の6ですね、ここ。0の6で B が3の0。で、3の0で M が傾きが2分の1と言ってるので、M こっちか。そういう場合は Y イコール傾き2分の1だから、2分の 1X、プラスかマイナスかわかんないけど、図的にプラスなので、プラスほにゃらら。こんな感じで書いておきます。俺はね、普段やってるのはこうやってやっちゃう。で、マイナス3の2と点 C を通る。だから、こいつ M が、カッコでマイナス3と2を、これを通ると。で、あとは大丈夫だね。P も書いてあるもんね。はい、ということで、じゃあ P の座標を求めたいと。で、P に関しては、これ、M と L のね、交点なので、M と L の直線両方出しに行きましょう。で、まず M からが楽かな。ここ分からないんで今四角にしちゃったんですが、計算上 B を使いましょうか。 B って置いて、こいつがマイナス3の2を通るって言ってくれてるんで、代入します。あとはで代入すると、ちょっと字ちっちゃくいこうかな。2イコールマイナス2分の3プラス B で、これ解くと B が2分の7と分かるので、ここが2分の7と分かりました。で、ちなみにこれ、まあ、他のとこでもやりましたけど、直線の式が分かったら、ここ。これ、切片ね。Y 軸とぶつかってるところ。そこは、この2分の7と同じです。これ、書いておくといいですね。長さとかで使うときがあるんで。で、これで M が出ました。ちょっとね、多分入らなくなるから、これ消しちゃうよ。よいしょ。で、L 出しに行きましょう。で、L はですね、3の0と0の6を通るって分かってて、しかも、よく見るとここ切片なんだよね。
Y 軸とぶつかってるから。だから、こっちは、Y イコール A がわかんないんだけど、切片がわかってるんだよね。プラス6って。で、しかもそれが3の0を通るから、3と0を代入して、0イコール 3A プラス6ってね。で、これ解くと A イコールマイナス2なんです。だから、すぐ直線の式が出せます、これで。よいしょ。マイナス 2X プラス6ってね。で、あとは、これとこれを連立方程式で解いていきます。で、これはどうしようかな。途中式。一応解いて答えだけ書こうか。じゃあ、このまま攻めると辛いんで、2かけて分数消しますか。こいつに2をかけると、こうなりますね。2をかけて、この x こっちに持ってきたんで、マイナス x になってますけど。うん。ミスが多いね。ごめんよ。7だね。で、こっち 2x で持ってくるんですが、あ、まあ、先持ってこようか。持ってきて、で、y が揃ってないから、下2倍しましょうかね。ここを4、2倍、で、ここ12で y を揃えると。で、引き算すると、まあ、足し算に変えてマイナス変えて変えるから、マイナス 5x イコールマイナス5。つまり、x は1ですね。で、どっちに入れてもいいんですが、x1 だからこう入れようか。y イコールマイナス2プラス6ってわかるから、y が4だね。つまり、求めたかったのは、よいしょ。1番、p は、1の4でしたと、書き込みます。これで1個目終わり。で、2個目が三角形 PBC の面積ですね。ここ。で、面積特訓のページでも話をしましたが、三角形の面積出てきたときは、X 軸、もしくは Y 軸に一辺があるんだったら、そこを底辺にします。絶対楽だから。だから今回はここです、底辺。で、高さここ。で、ここは P の座標今出してて、1の4っていうのは、1の4って意味なのね。1の4。つまりここの長さ4です、高さは。でこっちは OK なの。で、問題は底辺の方で、B が3の0って分かってるんですけど、これは、こっからの距離が1、2、3だから、ここが3なのね。ちょっとごちゃごちゃして申し訳ないけど。左側は分かんないんだよ。ここが分からないまだ。だから C の座標を出しに行きます。で、C をどう出すかっていうと、C は X 軸の上にあるので、Y 座標は0なんです、必ず。これが分かってる。で、しかも、M っていう直線の上に乗ってるんで、直線の上に乗ってんだったら代入しちゃいなよっていうのは使えるわけだよ。つまり、Y の部分に0を入れていいんです、0。M のね。で、入れると、0イコール2分の 1X プラス2分の7。持ってくると、こうなる。で、両辺マイナス2をかければこれが消えるから。で、こっちにもマイナス2をかけると約分されて、マイナス7。つまり、ここはマイナス7ってことがわかります。で、気をつけなきゃいけないのは、マイナス7っていうのは、マイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4、マイナス5、マイナス6、マイナス7っていう位置を示してますけど、長さは距離なんで、マイナスは使わないです。7です、距離は。いいし、長さにマイナスなんてないからね。これ、マイナス3センチだから、とかないから、このように。なので、長さは7。つまり、底辺は7と3を足して10ってことが分かったので、三角 PBC だっけ?順番、OK。三角形 PBC は、底辺 10× 高さ4。で、三角形忘れずに2分の1をかけると。で、これをやると、20と。これで OK です。で、問題にセンチメートルとかの指定がないので、単位はつけないでください。さあ、かなり長くなって申し訳ないんですが、ラストです。で、今度は点 P を通って、三角形 PBC、今の面積2等分する面積ですね。あ、直線の式ですね。で、これは、まあ、面積特訓の時に超やりましたけど、P を通りますと、ここ。この三角形、真っ二つにしたいと。どうする?底辺を半分にしようぜと。つまり、BC、ここのど真ん中の部分。ど真ん中の部分を、
スパンって切ってあげれば面積半分になります。なぜなら高さ同じだから。右の三角形も左の三角形も高さこれなんです、同じ。ってことは底辺を半分にしたら、その分面積も半分になると。で、今、3の0、ここね。と、マイナス7の0の半分、ちょうど中点。で、中点の求め方っていうのは、ここですね。X 座標、3とマイナス7、足すとマイナス4。足して2で割るのが中点の求め方なので、こう。で、0は0だからね。こうなります。つまり、マイナス2の0通りますよ。で、P 通るって言ってるから、1の4通りますよっていうのがわかるので、あとは直線の式。y イコール ax プラス b に、まずこれ通るから、マイナス 2a プラス b イコール0。あれ通るから、a プラス b イコール4。で、いきますか。引き算。マイナス 3a イコール4だから、a がマイナス3分の4。文字にくっついてる方が下だからね。マイナス3分、ん?ちょっと違うか。あ、ごめん。やばい。ここマイナス4だね。失礼しました。だから、3分の4だ。で、A が3分の4って分かったので、どっちに入れようかな。上に入れようか。上が B イコール 2A とこれ同じなので、入れると、B イコール3分の8。で、A と B が出たので、Y イコール3分の 4X プラス3分の8でしたと。これで終了となります。で、この辺ちょっとサクッと説明してしまったんですが、理由があって、面積特訓の時でめちゃくちゃやったんですよ。なので、もしちょっと、んって、中点、んとかって思う方がいたら、そっちの方を見てみてください。そこでたくさんやりましたんで、もしよかったらよろしくお願いします。では、今回は中学校2年生の参考書の3編の力試しの解説やらせていただきました。ちょっと長くなっちゃったんですがね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。では他のところも撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。